ぜひね皆さんのお顔を見ながらお話していくので気軽にチャットなどいただけたら嬉しいですさあ15分でいけるのかしらお願いします今回第一回目の定例ミーティングということで何をお話ししようかなってすごく前回続き悩んだんですけど まあ第1回目ということもあるので主に撮影の準備について皆様にお話ができればいいなと思っています。やっっぱり動画とかって 取る時の技術とか編集技術ももちろん大切なんですけどそれ以上にどれだけ事前準備をしたかで本当に後でこう編集する時の素材整理とかなんかあ,あの素材取っとけばよかったとか何か無駄に素材取りすぎちゃったなみたいなことをねできるだけこう減らしてスムーズにあの編集までたどり着くことができるので是非ねちょっと今回は準備というところに重きを置いていきたいなと思います。 でところで皆さん撮影する前に準備されてますでしょうか皆さんしてますかね私も YouTube といいますか最初初めて動画を撮ったのは YouTube のための動画を撮ろうと思ったのは実は旅っぽさんの企画でサイパンに行った時に初めてあの Vlog といいますか動画を撮ったんですけどその時はもうなんか全然この 動画の準備っていうのがあんまりイメージなかったので、とりあえずいっぱい素材を取って、後からめっちゃ編集が大変な思いがあったんですけど、まあ、いろいろ私、YouTube この前3年、気づけば3年始めてから経っていたんですが、いつもできるだけどういうことを考えて準備しているのかっていうと、この3点をできるだけ考えて取る,あの取るようにしています。まずは そもそも何を撮るのかで、それを誰に届けるのか、それをどんなテイストで撮るのか、この3つの順番をね、できるだけこう守って撮るようにしています。まあ、どういうことかというと、私の場合には YouTube は写真教室のコンテンツと、 逆に旅のコンテンツが結構入り混じっているんですけど結構写真の動画を撮るときと旅の動画を撮るときは明確に最近は結構ターゲットを変えて撮っていますだから私のいつも見ていてくれてる視聴者さんが必ずしもどう旅の動画を見てくれてるとは限らない構成に今はもう振り切って 作っているんですねどういうことかというと、普段の動画って結構写真が上手になりたい人向けの情報発信にしてるんですけど、まあ、この前の V10 のバンコクの動画もね、もうあれはた写真の方っていうよりは、バンコクにこれから行く方がバンコクの情報を参考にしていただけるようなっていうのを意識して作ってみました。でこれを この順番をできるだけ守っていただきたいんですが結構ありがちな例としてやっぱりみんな VlogVlog カム持ったらなんかシネマチック Vlog とかなんかかっこいい作品とかチャレンジしてみたいですよね。その入り方ももちろんいいんですけどそっちからいっちゃうとどなんかこう軸がぶれちゃうといいますかあくまでそれって動画の演出になるので。 演出から入っちゃうと結局これで何を自分は伝えたいんだって誰にこれを伝えたいんだろうっていうのが結構ブレブレになっちゃうので,で最初は何を誰に届けたいのかっていうのを考えた上でじゃあ自分のテイストだったらどんな方のテイストがハマるかなっていうのを参考にあの考えてみるといいかなと思います。まあ、例えば 一番まあね今回のこのアンバサダーの皆様結構旅をされる方が多いということで、まあ、旅先の風景とか、まあ、何かこうサウナに入った記録とかもしかしたらあのピアノを弾かれる方もいらっしゃったと思うんですけどとかいろいろねそういう何をっていうのが結構皆さん明確なんじゃないかなと思いますで次に結構ここは発信する媒体とかそもそもじゃあ YouTube アカウントを設立しても 今までの友達ではない新規の人をに向けてあの YouTube でこう動画チャンネル伸ばしていきたいのかっていうのでもだいぶまたね変わってくると思います。なので誰に届きたいっていうのを結構 まだねもし考えられてない場合には考えてみるといいんじゃないかなと思います。友達に向けてのテンションと私モロンノンっていう人を知らないでただただや別にモロンノンさんなんてどうでもいいからあのそんな自撮りばっか撮ってないもっとバンコクに映してくださいよみたいな、ね、そういう方ももちろん私のことを知らずにバンコクって検索してたどり着いてきてくれた方にはたくさんいるのでどんな人にこれは見てほしい 動画なのかっていうのを結構できるだけいつもこう自分の場合には考えるようにしています。 で最後に、まあ、どんなテイストで,ですかね、まあ、私の場合にはもう3年くらい YouTube やってるので結構こうまあ普段旅 Vlog だったらこんな感じかなっていうのが出来上がってきてるんですけどもしねあの皆様の中でこれから YouTube で発信を頑張っていきたいとか、まあ、YouTube はハードル高いけどショート動画もうちょっとやっていきたいなっていう方がいらっしゃったら例えば誰々さんみたいな動画にしたいなっていうのをなんかこう 2、3人くらい、まあ、2人とかでもいいんですけど、こ,うこの人みたいな撮りたいなっていう具体的なイメージの人をとことんと分析していくのがおすすめです。例えば、まあ、かっこいい映像作品とかでしたら、まあ、それこそね、あの今、ご視聴いただいている、ご視聴、けいすテさんもそうですし、あきらさんもそうですし。 えーとまあ、シネマチック Vlog といえばやっぱり大川雄介さんとかオックスアートさんとかウッシーとかそういう男性クリエイターさんが多いですよね。で逆にもしかしたら皆さん旅系のコンテンツが多いと思うのでそういう方だったらあのローマ字でミクさんという方や最近私知ったんですけど マイ,マイバルさんひらがなでマイバルさんっていう結構もともとタイ中心に YouTube を発信していたカップルなのか夫婦なのかの YouTuber さんとか結構ね女子旅っぽい動画だけどなんかめっちゃ癖になる動画を発信されてる方がいるんですけどなんかそういう自分のテイストって誰が一番近いなんかこういうふうに見えたらいいなっていうのを結構 いっぱいこう発掘していくとすごく見えてくるものがあると思います。で、まあ、それらが決まってから、まあ、例えばこの前 v 1 0で撮ったバンコク Vlog っていうのがこうできたんですけど、なのでこのステップをね、ぜひ皆さん大切にやってみていただきたいなと思います。で、例えば、 バンコク動画のときには、そのじゃあ、この1、2、3準備できました。<coughs> じゃあ、その上で当日、なんか大枠、動画の大枠は1、2、3でできたけど、じゃあ、何を撮影しよう結構ね、これ、私、YouTube でもよく質問いただくんですよね。これは動画に限らず、写真においても、じゃあ、ね、せっかくこういい Vlog、V10 ゲットしました。V10 ゲットしたけど、 じゃあマレーシア行った何撮ろうみたいなこう場所も決まって構成とかイメージもできたのにそういざこう旅先を目の前にしちゃうとやっぱりね美味しいご飯とかちょっとこう素敵なプールとかいろいろなね素敵な体験が目の前にあるので何を撮ろうっていうのが結構こう情報量多くて悩んじゃうのでできるだけ行く前に。 もうスマートフォンのメモ帳とかでいいので簡単にチェックリストリストを作っておくのがおすすめです、まあ、例えば私の場合にはまあ、Vlog コクの Vlog コク情報バンコクの紹介動画なので、まあ、そこに行くまでの過程であったりじゃあ 私のモロンノなんななて知らないですでもバンコクの情報は知りたいです。そんな方にどんな情報があればこの動画って刺さるんだろうじゃあ多分事前にやっておくべき下準備アプリをこれ入れておけとか、えー、グルメだったらここのスポットがいいよとかホテルはどういうふうに決めたのかとかなんかこうその事前に大枠で決めたターゲットの人に刺さりそうなコンテンツを こうリストアップしていきます、まあ、あとはね普通にやっぱり写真とか動画ってその絵として情報を伝えられるのが最大の魅力なのでバンコクのやっぱりこう観光名所であったり三大寺院をじゃあ行こうかなとか三大寺院じゃないけどここの水上マーケットもすごく絵になりそうだからそこに行こうとかそういうところも簡単でいいのでこうバーってメモ帳にリストアップしておくだけで現地に着いてからあっ 何撮ろううっていいのはは基本的にななくなると思いますでそれをした上で、まあ、そのまたねちょっと後ほど説明するんですけど保存形式とか手ぶれ補正も行く前日にはしっかり設定しておきましょう。で、まあ、今123の順番でお話をしてしまったんですけども逆にいや僕はもうずっとシネマチック Vlog は撮りたかったんです。 かっこいい映像作品が撮りたかったんですでもねそれでももちろん全然いいと思います私あくまで1,2,3という順番でやっているんですけど逆にそこのハウのところからあのー、まずね動画入ってみるっていうのも全然ありだと思いますじゃあ仮にシネマチックな映像を撮りたいってなった場合にどんな準備をしたらいいんですかね でこれはまシネマチック映像にかかわらず私が普段フォトグラファーのお仕事をするときにもいつもやっていることなんですけどじゃあまるまるシネマチックな映像を撮りたいじゃあなんでそれ撮りたいのいやなんかかっこいいからなんかトランジションとかこうカメラワークが今までやったことないけどやってみたいからあじゃあ,あそのかっこいいって思った要素をいっぱいリストアップしていこうみたいな流れで もしハウのところから入るのであれば、例えば自分がそのチャレンジしてみたい要素をもうめちゃくちゃこう細分化していくっていうのを私だったらやります。まあ、同じく、なので先ほどこう上げたような、こうね、他の映像クリエイターさんとかのもう動画をバーって調べて、見まくって、なんでこの誰々さんの映像作品はいいって思ったんだろう。あ多分この最初は 落ち着いた BGM からいきなりこう視界が開けて明るくなってバーっと開放感のある絶景に行くこの瞬間がなんか旅らしくって開放感あっていいみたいな,なんかそういういい真似したいポイントをいっぱいこうリストアップしておきます。まあ、YouTube とかだったらねスマホで見ていたらもうスクショとかで自分用のメモとしてあのスクショとかしておくと手っ取り早いかもですね。 なのでこういう真似してみたいところをまずはリストアップして分析することをぜひもしやっていない方がいたら参考にしてみていただけるといいなと思います。はいでまあ、ちょっともう少し具体的なカメラのところなんですけど私は、えっと、V10 でどういう設定で撮っているのかというと保存形式多分1 最初デフォルトだと多分、HD? 何て言うのあ違う、HD? 多分ね、4K ではないんですよね。なので、これを設定から 4K にまずします。で、その上で、なんかこの 60p とか、多分いろいろ設定があるんですけど、 まあ私はそんなにこう映像作品というよりは基本的に Vlog なので 24p の設定にしています。もし設定していない方がいたらぜひ、ね、この部分真似してみてください。詳しいこの辺りの解説は k ス k さんの YouTube をご覧ください。で、手ブレ補正ですね。手ブレ補正は V10 の場合には3段階あってまず何もないスタンダードな状態と手ブレ補正が。 入った状態とそれがさらに強い状態この3種類の状態がありますでデフォルトだと同じく何も多分ね手ぶれ補正入っていないと思いますなのでこれも同じく設定から手ぶれ補正を入れるにしましょう多分後ほど運営の方から案内があるんですけどあのなんかクイックアクセスできる カスタムボタンみたいのがありまして私はそこのカスタムボタンをこの手ブレ補正にしていましたどうやって切り分けていたのかというと基本的にもう手ぶれ補正は私は今日にしていました割と Vlog なので歩きながら撮るのでただ今日にするとちょっとこう画面がトリミングされて少し画角が狭くなるんですよねただもともとこの V 点は 超広角なので、クロップされても全く問題ないくらいではあるんですけど、やっぱこう、室内とかで、ここめっちゃ高額でやっぱ見せたいなっていうときには、手ブレ補正をオフにして、こうできるだけ手ブレしないようにこう固定して撮っていました。で、カラーフィルターに関しては、私はあのー、テイスティーウォームというフィルターが個人的には一番お気に入りだったので、バンコクの動画とかも全部これで撮っていました。 で、先ほどリストアップしたものをこう確認しながら、撮った素材、ちゃんと撮れてるかなっていうのを確認していきます。<laughs> だいたいパソコンも旅先に私はいつも持って行って、1日撮影行ったら SD カードから SSD にいつも移行していました。で、これもね、旅先だから疲れているんですけど、できれば、できればその日のうちに。 ダダメだったととししてても帰りのの飛行機とか新幹線で SS の中で SSD 中フォルダ分けをしていますこれはこの前フィンランドに行ってきた時の私の SSD のデータフォルダなんですけどフィンランドは、えー、とヘルシンキのこれ動画をまとめてるんですけどまず日ごとにデイ1デイ2デイ3っていうふうにざっくり分けてその上でじゃあ例えばデイ3の最初行ったのが中央図書館。 2つ目が島みたいな感じで、スポットごとに分けるだけでも、後から編集が超絶楽になります。まあ、私の場合は結構、スポットごとにこう紹介をしたいから、場所ごとに分けていますが、まあ、本当にざっくりと分けるだけでも、後から劇的に楽になるので、ぜひやってみてください。そして、撮影後ですね、SSD に基本的には編集データまとめているんですけど、 ドロップボックスとかドライブにもバックアップとしていつも素材を載けています。まあ SSD、私、はいつもこのサンディスクの、えっと、2 t e のやつを使ってるんですけど、なんかご,ごくまれにやっぱり SSD とかでもこうなんかデータが破損しましたみたいな話も聞かなくはないので、ちょっとやっぱ怖いから、そのためにこう入れといてるって感じですね。 素材整理が終わった後にやること。それはここで。私はいつも bgm を探しています。私はまあ vlog なので、そこまでなんかこう。めちゃくちゃかっこいい。音楽があり、きでこう。動画の構成考えるって言うよりは割とこうなんかね。楽しげな音楽をいつもこう選んで使っているので。 私はこのタイミング、素材が割って、さあ、ファイナルカットや、うんとキャップカットとか、ダヴィンチとか、何でもいいんですけど、ソフトにこう入れるぞっていうときによいしょっていう感じで、いつも調べてます。で、前でアートリストっていうサイトを使っていたんですが、結構周りでね、エピデミックサウンドを使っているクリエイターさんの方が多かったのと、結構なんか曲数とか音質もいいよっていう。 のね、周りの人からも聞いたのでちょっとエピデミックサウンドに今は切り替えて使っています。で探すときは結構私は Vlog は20分とか割と長尺なのでできるだけちょっとこう長めであと歌って 歌声がないものをいつも選ぶようにしてますが場合によってはなんかエンドロール的にちょっと最後だけこうエモい歌声が入っていてもいいなみたいな時には歌をあえて入れたりしてますね。はいという形で今回第1回目は撮影の準備というところと、まあ、ちょっと軽く設定のお話をさせていただきました。で 準備もすごく大事なんですけれどもなんかこれ全部あやらなきゃって思うとね結構旅に行くのもなんか腰が重くなっちゃうかもしれないんですけどまあ一番大切なのはカメラにとらわれずにこうまずは楽しむまずは楽しんでそしたらね勝手にカメラも映像もついてくるので v t 0と一緒に Vlog ライフをね皆さんも一緒に楽しんでいただけたらいいなと思います。 はい。ということで、私の発表パート終わらせていただきます。本能さん、ありがとうございました。ありがとうございました。4分ほどオーバーしましたね。ありがとうございます。す <laughs> いや、すごくわかりやすくて、僕、初心者なんです。あんまりこうカメラ撮らないんですからすごくわかりやすくて、YouTube のまま、<ー>やっぱわかりやすかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら次、そしたら、次、ートの時間に参りたいと思います。えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、チャットではなく、えっ、ー、と、あ、チャットに。 ミュートを解除して発言しても OK ですので、えっと、発言をお願いします。皆さん、えっと、画面共有ですね。質疑応答ある質疑応答ある方はいらっしゃいますでしょうかないと寂しいのでぜひみんな今のうちに聞いちゃいましょう。 そうだろうもういいいいですすすかさんんお願いしまませんあさんえっと、質問なんですけど、あの、まあ、撮影実実、実際に撮影するときの撮り方なんですけど、Vlog とかで言うと、なんか一度が何秒ぐらいとか,なんか意識されてるとかなんかあったりされるんですかあ確かに、えー そうですね。結構容量が多分、あ<ー>あの前取ってみたら意外と電池を食うなっての思って、はい、あ取りすぎても結構ちゃうなって思ったので。うそうですね、まあ。結論から言うと、少なくとも10秒とかはやっぱり取るようにしています。自分の失敗談として、なんかよし、取れたなって思って、なんか数秒とか5秒くらいでパッてこう。 なんか終了したら編集する時にあれなんかこれ音楽と合わせると全然尺足りないぞとかなんか結構5秒を取ったうちの最初の1秒1秒とか2秒2秒が手ぶれしてて使えなくって本当に一瞬しか素材使えないじゃあスローモーションにしたらなんかちょっとザビザビになるしみたいなことが結構あったのでまあ容量とか電池は食っちゃうかもしれないですがなんかちょっとこうねおしゃれな感じでこう なんか定点的に見せるのであれば10秒はあるといいかもしれないです。気持ちのなるがうが接続ですね。なので、マイクロ SD もできればちょっと。まあ、マイクロ SD ね、本当そんな高くないので。質問ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと5秒で取ったんで10秒取りたいと思います。ありがとうございます。さきさん、ありがとうございます。じゃあ次の質問ですね。えー、っと、松前さん、声出せますでしょうか はい、村村さん、ありがとうございました。ありがとうございます。うん、こも、えっ、ー、と、写音楽の紹介していただいて、効果音、なんか、あの。動画見せていただいて、あの、写真入れてたじゃないですか。なんか、ああいこのカメラのシャッター音みたいな、はい、カシャって音とか、なんか、そういうのは、なんか、どちらから。てますかそうですね。もう、あの、普通に効果音道場、なんか、多分、効果音って。うんはい、はい、はい。 道場だってあ、交換ラボか。普通に Google 検索すると出てくるところからダウンロードしてます。あ,ありがとうございます。多分エピデミックサウンドとかにもあるんだったかしらなんかアートリストとか、多分そういうところでも SE、サウンドエフェクトあるところもあると思いますが、まあ、最初はね、ここの全然無料でいいと思います。あとド、ドーバー、DOVA っていうところも ちょこちょこ、そういうサウンドエフェクトありますね。うん、いとまりさん、ありがとう。おめでとう。おめでとうございます。あ、そうそもう一点、すみません。いいね、あ、どうぞ,どうぞ。なんか、あの、音楽の、こう、切り替えというか、なんか、何曲ぐらい使うんだろうみたいな。なんか、こう、インスタのリールとかだと、割と、一曲というか、当てはめちゃえば、いけるなって感じだったんですけど。なんか、その、選定というか、なんか、場の切り替えというか、うん、なんか。 そうですね何分くらいうん私は結構長いのをいつもちょっとなんかこまごま短いのをこう切り、うん、リ張りしていくのがめんどくさいし、うん、そんな,なんか20分の動画で何回も音楽変わってたらなんかちょっと気持ちがついていかないなって思ってので結構56分とか長めのものを、うん 割と探しちゃってるかもしれないです。なんかこう、あのー、すごいね、技術がある方は。こう、自分で、こう、なんか、サビとか、こう、なんか、フレームレートで、こう、測って、なんか、飛ばす方とかもいると思うんですけど。<ー>ちょっと、私は、その、そこに。時間をかける労力と、強くがないので。割と長めで、いつも、見ています。ありがとうございます。はい。もう、ありがとうございます。では、次に行きたいと思います。 えっとこれはヒカルさんとヨネズさんもですね、じゃあヒカルさん発言で聞きますでしょうかはい、できます。お願いします。はい、えっと、Vlog もすでに旅行で撮ったんですけれど、常になんに海に行っては、カフェに行ってはってなってしまって、うん、終わり方がわからなくて、あ<ー>でこれどのようにこうフェードアウトで動かしていけばいいんだろうという悩みです。うんうんうん、そうですね。 なんかそれこそあのいろんな方のパターンがあると思うんですけど、まあ、例えばあの撮った写真をスライ私の場合には結構撮った写真をスライドショー的に最後貼ったり、えっと、なんか旅の情報を伝えるための動画であればそのバンコクに行きたい人が見てきているはずなのでバンコクで実際にこ旅をしてきた最後の感想をこうバーッて喋って終わるとか。 もしくはなんかあんまりそういう人感人の感想感を出したくないのであればもう夕焼けとかなんかこう夜になってこうなんかだんだん暗くなっていってフ,ィードフェードアウトみたいな感じもありかもしれないですねなのでなんか本当に最後見終わった後どんな気持ちになってほしいかで考えちゃってもいいかもしれないですためになってほしいのかなんかエモい感じで終わってほしいのか みたいな誰に見ていただきたいかっていうのと最後どういう気持ちで終わってほしいかそうですねはいなのでなんか一番手っ取り早いのは本当に参考にしたい方がどういうふうに終わらせてるのかなっていうのを見るのが一番手っ取り早いかもしれないですね結構その先ほどお伝えしたミクさんとかは何か 映画のエンドロールみたいにやってたり、前原さんはどうだったかな、まあ、前原さんとか、撮ったびのとって笑って旅をしてのお二人とか、なんか結構ね、参考になりそうなユーチューバーさんはたくさんいますので実はミクさんは学校の先輩で、えー、一つ上でで <laughs> 知り合いずっとすい、はい、動画見てて憧れてるので。すごいね ロンさんとミックさん参考にさせていただきます。大援です。質問ありがとうございます。はい、質問ありがとうございました。ありがとうございます。最後の質問ですね。ユースケさん、いいですかはい、ありがとうございます。講義ありがとうございました。えっと、なんか動画を撮って見返したら結構使えないものが多くて。うんうん すごいなんかわってなっちゃってたんですけどもろんろんさんは撮ったらなんかここは絶対使いたいっていうスポットの撮影多分あると思うんですけどそういう時って見返してるのかそれともなんか何かとか何回も撮り直して保険かけとくのかなんかどうしてるのかなっていう疑問でした。ですね基本 は私は見返していないんですけどなんかそれってもう YouTube3 年とかカメラも10年以上やってきた上でまあ撮れているだろうみたいな,なこう自信があるからこう見返してないのでもし何かこう不安なのであれば ちちちょこちょここう見返した方がもちろんいいいと思いますでかつ先ほど10秒くらい取っておくべきっていうお話をしたんですけどあの10秒構えていてもこう狙ってる瞬間が来ない場合も全然あるので例えば何かこう猫がこう起きてテクテクしてほしいけど全然猫起きないなとかなんかこうトゥクトゥクがこういい感じに、ままあ、交差点で曲がるとこ取りたいけど全然トゥクトゥク来ないなみたいなっていうのはあるので結構あのー 編集で使ってない素材は死ぬほどあります。もう悩んだらとりあえずいっぱい取っとくが、うん、基本はいつも鉄則ですね。で、そうです。なので、まあ、その使えなかった理由が手ぶれなのであれば、まあ、それを解決できる方法がまあ、手ぶれ補正を強にするのかとか、もしくは結構割とこう歩きながら手もこう動いちゃってたなってなった、うん。 できるだけこう入れないようにもうじゃあ動かないで取るとか,なんかそういうのをこう失敗の理由を探していくといいかもしれないですね。<laughs> なるほど。ありがとうございます。慣れてないうちはあんまりこう激しくこう <laughs> 歩きながらない方がいいかもしれないですね。<laughs> かいいですありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあこれでね、一旦えー、質疑応答の時間を終わりにしたいと思います。